鉄かなんかやっぱり煙が明らかに黒かったですからね。土日やったから9時起きたんでしょ。直焼きってあんまり聞いたことないです。そのなんか新しい言葉作るな。みんなあれですよ、焚き火台みたいに使ってますよ、なんか台みたいに、ね、そうテレビ見てるとな、そうそうそう、ああいうふうに成長でしょ、シャレでシャレで、そうそうそう、結局一緒やんけ、廃業でもんな、あれはなんかボッシュクラフトかなんか言うでしょ、かっこいいことね、うん、キャンプブームですから、紙がいっぱいありますけど。取引証明書ですね、これ2019年金はどこで両替するんですか、空港ですか、そのペソでしたっけ、金どこで両替したかったかな、町の中にあるんですか、両替機みたいな、現地行ってもあるわ、あるんですか、うん、空港でもあったんちゃうかな、うん、大阪である程度その梅田とかあるやん、はいはい、あそこにあるわ、赤い風船とか、旅行会社赤い風船とかね、ほんで泉州池田銀行とかで前もって両替、大阪でしたんですよ、うん、為替安い、為替が安い時にどうたこ炭水金じゃないけど、プリウス来てないですね。怖いな。あれできますね。